はい、じゃあ今回も早速やっていきましょう。今回焼きカレーパンをやっていきたいと思います。前回の生配信の時にですね、焼きカレーパンにしますっていう風にお約束しましたんでね、それをやっていきたいと思います。配合はですね、ちょっと薄育を入れているですね、まあいつも純教育を使ってるんですけども、ちょっとねやっぱり調理パンって日本のパンっていうイメージがありますんで、まあこれ自分的にですね、純教育じゃなくて薄育を2割ぐらい入れるっていうやり方でやろうかなと思っております。はい。でまあ生地はあんまり甘すぎずっていうところで、あと粉ね、わざとカメリアとあの薄育を使っています。国産小麦とか使うとね、あの小麦の風味とかついて、それはそれで美味しいんですけれども、まあ、調理パン生かすためにですね、あえてそこら辺は今回はまあ使わないというところですね。カメリアとかね、ああいうまあ外箔の小麦ってまあ香りとかなくって、ふんわり感とかの方が強いっていうところが特徴ですんでね、まあパン作りたいパンとこの粉の特徴っていうのを活かせるようになったらいいなというところで、今回は、まあ外箔のカメリア、代表的なやつと、まあ薄力粉でやっていきましょうという話ですね。はい。焼きカレーパンって言ってもですね、まあそんなに難しい成形もしませんので、まあ簡単にできますし、上に乗せるやつをアレンジするだけで、まあいろいろできますんでっていうところですね。はい。まあ骨はですね、まあいろいろな動画ありますんで、それで基本的に同じようにしていただければと思いますけれども、今回はですね、まあそんなにめちゃくちゃ引きは強くしなくていいかなっていうところで、で、ね、10分ぐらいすると、これ薄力粉が入っているんで、ね、そもそもそんなにたくさんグルテン出ないんですよね。で、あまりグルテンが出ないような生地だと早めにこね上がってきますので、まあこんな感じですね。まあ薄い膜が張ってきますけれども、張ってはくるんですけど、薄力粉はね、とても弱いです。弱いから薄力粉って言いますからね。はい、つながりが弱くて、薄くは伸びるんですけど、すぐプチンってね、ちぎれてしまいます。はい。まあ、なので、一応膜ができたなというふうなことが確認だけできましたら、バターを入れて、で、それが混ざったらこね上がりというふうにしていきましょう。極端にですね、あまりこねすぎてしまうと、薄力粉みたいにですね、力が弱い粉っていうのが一部でも入っているとですね、今度ちぎれすぎてしまって、生地切れっていうのを起こしてくる可能性がありますので、一応ね、その、グルテンの量によって、まあ、そもそもあの限界のこの硬さっていうのがあるんだっていうのを覚えておいてもらえるといいかなと思います。こう、こねればこねるほどいくらでも強くなっていくというわけではないということですね。まあ、粉によって限界があるということです。その限界を超えてしまうと、生地切れを超してしまうので、まあ、特に力の弱い粉とかを使っているときはそこら辺気にしてやっていった方がいいかなと思います。はい。ということで、5分後ぐらいですね、もう生地が馴染んできましたら、こう外側にですねバター、油脂がテカテカしているような状態じゃなくなりましたらもう OK ですんで、そしたら一度グルテン膜をチェックしてやってですね、まあ、この時点でなんか油が表面に滲んだりとかしていなかったら OK です。で、膜は先ほどよりも薄く伸びるようになっているはずです。これがねバターが馴染んだ証拠にもなりますので、これをこね上がりの基準としていただければなと思います。はい。もうここまでできましたらですね、発酵とかは短くて簡単に済ませてしまいますので、調理系のパン生地はもうできたも同然というところですね。若干、イーストの量今回多めにしておりますっていうのもですね、もう早め早めに本当にこの後の一次発酵は生地を柔らかくするためだけに、取る一次発酵ですので、熟成とかそんなの全く考えてないですね。っていうところで目標温度もね、元から28度っていう風に高めに設定して、まあ、それを目指して結局30度にちょっと高めになったんですけど、でそれで50分パーッとね、膨らませてやって柔らかくしてやったやつをそのままね、分割して成形していくということをやっていきます。もうあまりその、なんだろう、発酵臭とかそういうのはね、もうつけません。わざとっていうところで。ただ柔らかくしてやるだけための発酵ってことですね。はい。でも発酵させているうちにカレーフィリング、これを作っていきましょう。はい。まあ、カレーフィリングを作っていきましょうって言ってもですね、具材を炒めて、まあ水入れて、それにカレールーを入れていくだけなんで、全く難しいことはないんですけれども、ここら辺はですね、結局小麦が入って、とろみがつけば、もうそれで、OK なんで、なんだったらカレールーじゃなくて、まあちょっと料理とか得意だよっていう方はですね、まあ単純に、これにまあ香辛料入れてって、まあ水入れてって、なんか水溶きの小麦粉を入れて、それで固める点でも全然大丈夫です。はい。まあこんな感じですね。カレールー、多めに入れてやって、硬いカレーを作りましたら、それがカレールーということになりますので、カレーフィリングの、まあ、出来上がりですね。まあね、ちょっと、普通のカレーよりも濃ゆめになりますので、そこら辺もちょっと加味してね、カレールー入れる量はね、調整してやってください。辛口入れるとね、結構辛めになるんで注意してくださいという感じですね。まあ、あと味付けとかお好みでっていうところです。あと一応補足しておくとですね、ちょっと辛めに、味は濃ゆめにつけた方がいいですね。
上に野菜とか乗っけていくんで、味がね割とカレーが強くないと薄く感じやすいかなっていうところがありますんで、ちょっと味付けは濃いめにしておくっていうことをお勧めします。はい、で生地の分割の方に移っていきますね。今回は 50g ですねに分割して、それにカレーフィリングを 20g ぐらい入れて、それに野菜を乗っけていくという感じにしたいと思います。結構ね 50g って生地多いんですよね。それにカレー 20g なんで、これだけだとちょっと寂しいんですけど、それに野菜を入れて、ちょうどいい具合にしていくという感じです。はい、で分割するときはですね、いつものようにあまりですね、大きい、塊からですね、崩さずに小さい切れ端をなるべく出さないようにして分割していきます。っていう感じなんですけど、今日はね、ちょっと、ちっちゃめのやついっぱい出ちゃってますね。あまりね、良くない例かなというところで、わざと直しているんですけどね、本当はね、あんな細かい切れ端がいっぱい出るのはよろしくないんですよね。自分がね、これをやる前に天然昆布を分割していたんで、いまいちね、大きさの感覚がぶれちゃってですね、ちょっと、なんていうか、大きめに、取りすぎちゃって、で、それで、切る回数が多くなっちゃったっていう感じですね。うん。あまり膨らんでないやつってね、本当にね、大きさの感覚がね、全然違うんで、膨らんでる膨らんでないでね、本当全然、2倍ぐらい、ほら、大きさ変わるわけじゃないですか。だから、分割するときのね、感覚もブレるっていうことがね、よくね、パン屋さんとかで分割しているときもあるんですよね、っていうのは、完璧余談ですけれども、はい。そんな感じでね、若干、切れ端多くなってしまった場合はですね、しっかり下の方に入れ込んでやって、で、表面はちゃんと綺麗な面だけにしてやるってことですね。もう中に、切れ端を絶対上にペチャってつけるなんてことはしないでくださいという感じです。はい。それで軽く丸めていただきまして、丸めるっていうかもう表面をね、整えるだけです。表面が傷がない状態になりましたら、それで OK ですので、別に床の上で、床じゃねえや、テーブルの上でくるくるする方法じゃなくても、とりあえずだから包んでやれば OK ということですね。はい。これで15分休ませていきます。はい。ベンチタイムですね。生地が緩んだら、いよいよ包あんということになっていきます。カレーを包んでいきます。はい。さっきのカレーフィリングはね、冷凍庫に入れておきました。あえてね、バットに広げて、冷凍庫に入れておきますと、すぐに冷えてきてくれますので、で、冷えるとですね、炒めているときは結構トロトロだったのが割と固めになりますんで、そこら辺のね、固くなるっていうのを加味して、硬さは調整してやってくださいという感じです。はい。で、これ、包むときはですね、縁のところ、最後閉じるところにですね、油をつけてしまうと閉じなくなってしまいますので、必ず、閉じるところ、縁のつなぎ目のところにはですね、油をつけないようにして包んでやってください。これでも本当に最悪閉じるところだけ油がつかなかったらいいんで、割と思いっきりグイッとやっちゃって、それで最後ね無理やり閉じてやるみたいな感じでやっちゃった方がいいですね。ちょっと恐る恐るやっちゃうと、そのせいで周りに、ついちゃうってこと結構ありますんで、割と一気にガーってやった方がまだ、やりやすいっていうところです。今回のね若干緩かったかなっていうところがありますので、皆さんがやるときはもうちょっと固めにしてもいいかもしれませんね。自分ちょっと具が多すぎたんで、なるべく水分は少ない方がいいんですよね。このフィリングとかを包むとき、この中に包むフィリングのコツっていうか、条件としてあまり水分が多すぎないっていうところがあるんですよね。あまり水分が多すぎると、染み出てきちゃって焼き上げたときなんかべちゃべちゃになっちゃいますっていう話です。はい。で、あまりね、押し込みすぎると、さっきなんかちょっと一瞬二つ見比べて見せてましたけど、あれ何かっていうと、最初やったやつがちょっと押し込みすぎて皮が薄くなってたんですよね、っていうのを見せたかったんですけど、興味がある方は巻き戻って見てもらえばなと思います。はい。で、こんな感じで、どんどん積んでいくんですけど、これがね、ちょっと油ついちゃったんですけど、見ての通りね、意外と、ガーって、そのまま勢いで止めてやれば、そんなに問題ないんですけど、あれ途中でね、くっつくかも、みたいな感じで、もたついてると、余計油が広がっちゃって、収集つかなくなるってこと結構ありますんで、最後の閉じるときはね、もう一気にいった方がいいです。もう、閉じ始めたら離さないってことですね。本当に閉じる、くっつくところだけ油がついてなかったら、パンってくっつくんで、そんな感じで、割と包あんするときはね、こういう特に油とかついてるようなやつ、結構勢いも大事だという話です。割とね、包あんするやつによって、なんていうの、包あんするコツってね、割と変わってきたりするんですよね。次の動画で、天然酵母の酒種アンパンを予定してるんですけど、その酒種のアンパンの時もですね、生地が今度緩すぎて、あんこをね、包むとね、
あんこの重さに潰されて変な形にこの法案の仕方ですると1個目になっちゃったんで、でそれであの、あ、じゃあ法案の方法を変えようっていう方法ことで違う方法でやってるっていうのがありますんで、よかったらねそちらも見ていただければ、法案っていろいろやり方あるんだなっていうのがわかると思いますんで、そちらもねお楽しみにというところで、はい、であとはまあパン粉普通につけて、置いていくわけです。まあ、ここら辺のね、あの、まあ、パン粉の付け方っていうほどはもう特にないんで、あそこのね、水にぼちゃんってつけるやり方があまりスマートじゃないなというふうに感じる方はですね、まあ、綺麗なダスター、まあ、キッチンペーパーとかでもいいですけど、そういうね、なんか水を湿らせといてやって、それにくっつけるっていうようなやり方をすると、あまり水とかもこぼれないですし、パン粉とかにこう水がくっついて、まあ、次使い回すときに、あの、湿った塊のパン粉が出るっていうこともないので、割とスマートにやれます。まあ、自分も仕事をやるときはそういうふうにやったりしているんですけれども、今回ちょっとね、まあ、雑にやっちゃいましたね。実際こっちの方が楽ではあるんですけどね、水用意するだけなんでね。で、まあ、これ、自分はね、あの、下も上もつけるっていう方が好きですね。うん。まあ、なんでしょうね。まあ、つけるんだったら、下までつけちゃった方が、ザクザク感下まで出るんで、普通に下までつければいいんじゃないか、みたいな感じで思うんでね。なんだろう。人によっては、まあ、上だけしかつけなかったりするんですけど、特に上だけしかつけない意味はないかな、っていうところで。あ、今、一個だけあれでしたね。ちょっと一個、空きかけになってましたね。止めが甘いとあんな感じになっちゃうんですよね。まあ、ということでね、まあ、今回のはちょっと自分のもね、フィリング緩めだったかなと思いますので、割と包みにくい方でした。はい。まあ、包みにくい方であんな感じでしたので、もうちょっとね、濃いめにやっちゃっていいのかなっていう感じがします。うん。やりやすさっていうのもやっぱりね、フィリングを作るときは考えないとっていうことですよね。まあ、それでもですね、まあ、あれくらいの後でしたら割と問題なく、破れずに膨らんでくれますので、これが発酵後ですね。ここからまあ成形に入っていきますが、まあ、よくある成形ではあるんですが、まあ、知らない方ももちろん一般の方で多いと思いますので、これね、十字のカットを入れた後、これをね、腹を裂いていって、そこに詰めていくっていうね、そういうやり方でございます。割とね、分かってみれば単純なことなんですよね。ああ、もう成形ってどうやってやってるんだろうみたいな感じで、思ってる方って意外と多いみたいなんですけど、なんか真ん中にね具をいっぱい持ってるような やり方、それがまあこれというところで、真ん中のねこの切り込みの端っこの方を、まあ縁にくっつけてやって止めてやるって、ただそれだけです。そうするとまあ中身のこのカレーも露出するので、まあ見た目にも綺麗ですし、しっかりとね、まあ、ちょうどいい具材が乗るポケットができてくれますので、かなり使い勝手がいい成形となっております。中身を変えたりとか、上のトッピング変えるだけでね、これで何種類もできちゃうんでね。うん。だからこれカレーパンとか以外でもね、中をシチューに変えて、まあ、シチューパンとかにして上の具材変えたりするとね、結構いろんな、調理パンできますんで、いろんな応用が可能になりますっていうところです。はい。でね、今回のね、あの調理パンは自分割とまあ味薄めの配合のパン生地ですね、うん、パン生地にしてるんですよね。っていうのがね、あの本当はねもっと味濃ゆいやつがいいんですけど、味濃ゆい生地にすると扱いが割と難しかったりとか、そういうことがあるんで、今回はねもう本当に簡単めということでやっております。作り方簡単にまあ考えた結果ということですね。もしね、もっと美味しい生地がいいやっていう方は、自分がね、なんだろう、網パンとかやってるやつとか、あるいはブリオッシュ生地とかやってる動画の生地とか、ああいうのを使っていただくと非常に美味しくできるんですけれども、もう生地自体もね、あ、しっかりと甘くて、濃厚みたいな感じのやつにこのカレーのが合うとかなったりするんですけど、ただそういう生地って結構扱いにくかったりとかね、まあ発酵のさせ方っていうのにコツがいりますので、まあ、これ見てる方であんまりまだ自信ないやっていう方は、まずこの生地でね、作るの慣れて、見てから、まあちょっと高配合って言いますけど、副材料たくさん入るようなやつでやっていただくと、まあ、よりね、まあ濃厚な調理パンっていうのを食べることができます。まあ、これはこれで十分美味しいんですけどね、まあ濃厚なのが美味しいっていうわけじゃないんで、まあやっぱさっぱりめはさっぱりめで、今度具材を味濃くしてやると、まあ、ちょうどいい兼ね合いになりますので、結局全体のバランスが大事ですよね。で、これに、ま、今回、夏野菜カレーパンということなんでね、自分がね、前いた店で、考えてやってたんですよね。自分が、ま、
出てた後はもうやってないみたいなんですけど、自分が考えてやったやつで、まあこの下のね、カレーをちょっと味濃いめのカレーを入れて、で上にとにかく夏野菜を乗っけていくっていう、そういうやり方です。自分はね、ピーマンと、あとはカボチャとトマトとナスと、あとコーンと、あとオクラとかも乗せたりしてましたね。もうとにかくね、スーパーとかに売ってある夏野菜を上にしこたま乗っけるっていう、そういうやり方ですね。ナスはね、一回ちょっと火を通してます。グリルしてもいいですし、まあ、軽くフライパンで炒めていただいてもっていうところですね。ナスビは火は通した方がいいですね。あとはそこまでいいかな。で、あとピーマンとかは絶対火通さない方がいいですね。焼いてるうちにやっぱしなしななっちゃうんでね。で、トマトとかもそうですし、だからナスビだけちょっと火通しといた方がいいですね、やっぱり。ナスビはね、やっぱりなかなかね、こう焼けてきてくれないんで、パンってやっぱ10分、12分ぐらいしか焼くことができないんで、その間に火通ってくれないといけないんですけどっていうところが兼ね合えるんで、もしなんか野菜乗っけるっていう時はね、あらかじめちゃんと10分ぐらいでちゃんと火通るかなっていうのを予想しておいてから、まあ乗っける前に火通したりな、とか、まあするといいかなと思います。はい。まあ夏野菜以外でやるときもっていうことですね。まあじゃがいもとか特にね、ああいうのとか、あと玉ねぎとか、火通さないとね、水分も途中で出てきちゃってもうべちゃべちゃになっちゃいますからね。はい。で、まあ今回4種類ですね。ピーマンとトマトとナスビとコーンとね、4種類乗っけて、まあ夏野菜パン、カレーパンということにしていきたいと思います。はい、隙間にね、ぎっしりとコーンを詰め込みまして、これで、まあ最後ね、オリーブオイルを、まあ艶出しとプラスで野菜の乾燥防止でね、オリーブオイルを塗ります。本当にね、オリーブオイル塗らないと途中でカサカサになってきたりとか、焦げてきちゃったりとかしますんで、この後仕上げにオリーブオイル塗りますけど、これ割と見た目をきれいにするためには重要だったりしますね。はい。で、あとね、補足で言っとくんですけど、今回ですね、一鉄板に乗せすぎました。この大きさだと、本当だったら6個乗せぐらいが限界だったんですけど、8個乗っけちゃいましたね。本当は真ん中の2つ乗っけるのはよろしくないです。くっついちゃうんでね。だから、この後焼き上がった後、くっついちゃってて、くっついてる面は当たり前ですけど、焼けてきませんし、形が崩れちゃうので、本当はこれ二鉄板に分けなくちゃいけなかったんですけれども、予想よりもね、横に広がっていってしまいましたので、今回は、まあちょっとくっつきますけど、まあ皆さんはね、まあこういうとこ微妙なんですよね。できるだけ1枚で本当は焼きたいんですけれども、でも、まあ、結果的にね、2枚が良かったとか自分もあるんですよ。家庭用のオーブンだとどうしてもね、2枚差しにしちゃうと焼きムラ激しくなっちゃいますからね。うん、多少キツキツになってもまだ1枚の方が本当はいいんですけど、だからそこら辺もね、本当はまあ、配合を組む段階からね、分かってればよかったんですけれども、予測できてたら。ただ予想以上に横に広げちゃいましたんで、今回は。まあちょっとくっつきますけど、そこら辺はご勘弁をというところです。はい。で、今仕上げのオリーブオイルを塗っております。はい。で、まあ、この時ね、まあ、野菜にね、塩味はつけるかつけないか、まあ、個人の好みかな、微妙ですね。自分もね、この、野菜に塩を揉んでおいてから、それを置いといて、まあ、お店でやるときに乗っけるとか、まあ、してたりしたんですけど、そうすると塩辛くなったりとか、ちょっとそこら辺のね、調整が微妙なんでね、まあ、野菜に塩味つけるかどうかは、ちょっと個人でお任せいたします。ということで、はい。でこれが焼き上がりとなっております。はい、こんな感じで焼き上がって、最後にね、まあ、さらに艶出して、オリーブオイルを塗って完成ということで、まあ、今回は終わりにしたいと思いますけれども、あとはね、この上になんかね、パセリを乗っけたりとかですね、まあ、仕上げに何かね、ドッキング乗っけたりとかすると、さらに見栄えは良くなるのではないでしょうかというところで、まあ、あとはまあ、アレンジ次第で、まあ、どんどん綺麗な、鮮やかなね、やつが個人の発想で、たくさんできますので、なあ、今回は夏野菜カレーパンということで紹介していますけど、まあ、自由にね、いろいろ皆さんやっていただければなと思います。はい。まあ、自分はね、この、ゲームなく乾燥パセリを乗っけていきましたけどね。調理パンね、乾燥パセリ乗っけてれば、とりあえずね、まあ、なんか緑はつくんですけどね、ただ、芸がなかなかない、あまりないんでね、自分はね、本当はもうちょっと違うやつを乗っけたいんですけどね、せめて乾燥パセリじゃないパセリとかね、みたいな感じで。まあ、トッピングも一工夫すると、よりね、まあ、面白い。トッピングできるんじゃないかなと思います、ってな感じで、こちら冷えた状態なんですけども、熱々はね、味が落ち着いていないので、これパン全体に入れることですけれども、調理パンといえど、まあ30分くらい経ったぐらいが食べ頃かなとは思います。はい。で、こんな感じで、まあ冷めてきたらですね、まあ割と見た目はこんな感じになっちゃうんですけれども、
うん、いいですね。これね、下のね、カレーが割と味濃いめじゃないと本当に、上の野菜が結構、水分多かったりするんで、カレーは味濃いめにしといた方がいいですね。うん。そもそもね、これ自分夏野菜カレーパン、焼きカレーパン、これなんでしようかなと思ったかっていうと、夏野菜カレーってあるじゃないですか。夏野菜カレーがね、自分のね、母親が作ってくれた夏野菜カレーが、ナスビとかの水分が出ちゃって、シャバシャバだったんですよね、いつもね。もうこれ、別に入れた方がいいんじゃないと思って、自分でこの夏野菜カレーを作るときは、野菜は別に炒めて、後から乗っけるようにしてたんですよ。カレーライス食べるとき。夏野菜を使ってね。っていうところで、あ、これパンにも応用したらいいんじゃねっていうことで、カレーはカレーでやって、で、野菜は野菜で火を通して上に乗っけてやれば美味しくできるのではないかというところで始めたのが、これというところで、まあ、こっからね、今の話で何が、まあ、得るものがあるのかというと、要はね、水分。うん。パンの上に乗せたりとか中に入れたりするときも一緒で、カレーがシャバシャバになるのと一緒ね。水分が出ていないというのは割と重要なんですよ。中に入れる具とか上に乗せるトッピングから、まあ、焼いたときとか、まあ、焼く前からですね、水分が出ないっていうことが割と重要な条件でね。上に乗っけたりとかなんかするときは、あら、これちょっと生だから、焼いたら水分出てくるんじゃないかなとか、まあ、むしろもう、なんか濡れてる状態じゃないか、水分をね、呼び含んでる状態じゃないかっていうところは、しっかりとね、気をつけてやった方がいいです。トマトはね、トマトは意外とそんな水分出てこないんですよ、あれ。気をつけなくちゃいけないのはね、玉ねぎとかですね、本当に。まあ、そんな感じで、まあ、これ、具材だけじゃなくて、クリーム。うん。クリームも一緒ですね。さっき言ったカレーもそうですし、カレーもね、シャバシャバのやつ乗っけてしまうと、まあ、仮に包めたとしてもですね、焼いた後、パン生地がべちゃべちゃになったりとかしますので、クリームパンとかも一緒です。クリームとか。まあ、先日ね、食パン生地にジャムを巻いてし、言ったらどうしてもぐちゃぐちゃになっちゃうっていう質問があったんですけど、それは、さっき言ったその水分を含んでいるやつは、パンの水分吸っちゃうんでっていう話に抵触してしまうので、そもそもジャム巻くのは良くないんで、何かしらの、まあ水分少なめの固めのクリームとかにそのジャムを混ぜて、それからやっていってくださいということを言ったんですよね。まあその話が、まあまさにその水分は、なるべく少ない方が包むときはいいっていう話につながるということで、まあこういうフィリング入れたりとかね、なんか具材乗っけるっていうときは、まあそれから水分が染み出てこないかっていうところは、まあ十分考慮した上で、乗っけたりとか巻いたりとかしていって、くださいということで、はい、今回終わりにしたいと思います。まあね、こんな感じで、まあちょっとした惣菜パンとかね、なんでしょうね、凝ったやつ以外にもですね、まあ見た目に楽しかったりとか、単純に簡単に美味しいようなやつもね、まあちょいちょいやっていこうかなと思っております。いろいろやっておりますんでね、パンのマニアックな話とかもやっております。パン好きの方はね、ぜひね、チャンネル登録とか、あと高評価とかいただけましたら嬉しいので、もっとたくさん動画出すと思います。はい、ということでよろしくお願いします。はい、よいしょ、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。皆さんも良いパン作りを。バイバイ。